改めまして皆さんこんにちはあの東北大学の木下と申します私はあの東北大学付属,付属図書館で行っている研究支援とオープンアクセスの推進ということでまあ、転換契約の状況などを中心にお話ししたいと思いますよろしくお願いいたしますまあ、東北大学の改革の理念研究第一文庫解放技術学損傷というのテーマでやっておりますがまあ、このあたりは後で資料をご覧いただきたいと思います で構成でこちら、あの構成員数ですけれども、まあ、研究者は3000人を超えています。でまあ、学生も1万7000人、学部は中学部となっております。で、まあ、本学はまあ大規模な大学であり、この数の研究者のまあ研究成果を補足するのは、なかなか大変なことだと認識しております。こちら、付属図書館の構成、これもまた後ほど資料をご覧いただければと思います。複数のキャンパスに本館と4つの文館があって、その下にさらに部局の図書室があります。 こちらがあの付属図書館が進めてきた、まあ、オープンアクセスの活動です。まあ、2018年にまあオープンアクセス方針を策定してからは、あの2019年からずっとこジャーナル問題に関するセミナー、特にあの館長を中心にあの行ってまいりました。そして2022年にワイリーとの転換契約、2023年にシュプリンガーとの転換契約、そして APC の支援事業も2023年に始めました。 ままた2024年にはエルゼビアととの転換契約を行う予定となっておりますで。こちらが付属図書館が進め <laughs> の,あの、まあ、サイトのところで、このジャーナル問題を考えようというあのページを設けております。まあ、これまであのいろいろ実施してきましたセミナーですとか、発表してきた論法、まあ、特に転換契約のことについてなどあの、いろいろ書いておりますので、ご興味があればぜひご覧いただきたいと思います。 ここからまて、あ、東北大学がまあ、進めているま oa、あ。仮想、e、のうちのまあ、転換契約についてお話ししたいと思います。転換契約はまあ、ジャーナルの購読料をまあ、オープンアクセス出版料に転換していくモデルです。でまあ、購読料と apc というまあ、これまで別々に支払われていたものを、まあ、オープンアクセスに。 のの費用 IPC と購読料相当分を一括して支払っていくというものです。応、ま、援、あ、論文の拡大と支出の抑制を目指すために行われておりまして、まあ、ドイツでは3大学とま契約が成立していると言われております。でこちらあの日本の 状況ですけれども東北大学は2022年にワイリーとの転換契約を本学、東京工業大学、総合研究大学院大学、東京理科大学の4大学で行われました。これ大手の商業出版社との転換契約が国内初ということで、その時にはファーストペンギン的な、ある程度画期的な試みとして報道をいただいたと思います。でその後は2023年にシュプリンガー。 2024年にはエルゼビアと契約をします。まあ、でも、エルゼビアはもう関心表明をした大学は140大学に上っておりまして、もう転換契約は珍しいというものでもなくなったかなと思っております。でこの図は、ワイリー社とのまあ転換契約の時のフローになっております。本学、ま、あのこのように、まあ、あのシステムをまあ利用しつつで、まあ、これもあのどこの大学でも同じようにやっておられると思います。本学の特徴としましまてはあの 論文掲載量支援制度実施要領というのを定めまして、その時にこの OA 出版分担金というもの,をあのという一定額をあの研究者に一部負担してもらうことにいたしました。で、これで APC 出版枠が超過した場合の使途、まあ、などにあの、この出版分担金を充てようということにしておりました。そしてまた、この,あの体制が持続可能になるようにということで、パイロットプロジェクト期間中にまあ検証して、まあ、評価、判断するとしていました。 でこのパイリー・シュプリンガーの転換契約を実施してまいりましたけれども、実施していくうちに、まあ、ちょっと転換契約による OA が思ったほど進まないということが、まあ、見えてきました、まああの。現在のパイロットプロジェクトでの、まあ、OA 出版枠の使い切らないというでところです。でまあ、それはもちろん、やっぱりあの先ほど説明いたしました、OA 出版分担金の負担というのがやはり影響している。 応援ああを選択しなかった研究者へアンケートをしますと、もやはりあの経費の問題、特に若手研究者からすると APC 使用の負担が大きいという意見をあのい,ただい,ていただきました。そこでで今年度あの本学ではあのそう 長主導で研究成果発信力を強化と、まあ、若手研究者支援のために、まあ、国際的な学術ジャーナル投稿への APC 支援事業を行っていますで、まあ、これは、まあ、あの先ほどお話ししましたあの出版分担金をまあ若手研究者からは取らないことにして、まあ、現行の APC 現行の転換契約をまあ拡大するというあのプ,ロプログラムそしてまたそれ以外のジャーナルの投稿支援のもう2つのプログラムを実施することになっております でこれ、まあ、若手を中心にということですけれども、若手以外には、まあ、ジャーナル消化,消化消指標で、まあ、上位に来るジャーナルの投稿について支援をしております。でそこでは、まあ、外部資金獲得額等による制限を設けております。そして、き、まあまあ、今日のテーマに関わる即時上への取り組みですが、まあ、あの先ほどもご説明にありましたとおり、国としてのオープンアクセス方針策定の動きがあります。 でまあ、東方イノベーション戦略2023ですとか、今年五月5月、まあ、仙台で行われました G7 科学技術大臣会合で、まあ、学術論文等の即時オープンアクセスについて言及があり、まあ、10月19日には、あの総合科学技術イノベーション会議の有識者議員から、まあ、公的資金による学術論文等のオープンアクセスの実現に向けた基本的な考え方がまあ提出されて、まあ、即時にあの機関リポートを リポジトル等への、まあ、掲載を義務付けるとなっておりますでは、まあ、そこを踏まえ、まあ、今回のテーマである、まあ、大学で応援すべき論文を、まあ、把握をしなければならないというところですけれども、まあ、あのこのまだ10月19日付の考え方の中ではどこまでを範囲す,す,すべきかちょっとわからないなと思いながらいろいろあの。 データを見ておりました、まあ、オープンアクテスの割合っていうのも、まあ、その範囲によって異なってくると思います。で公的研究費も、まあ、この国内の競争的資金 g s p s j s t などでだけで良いのかで、まあ、この辺りあの2022年として の分をこの URA から、まあ、学術文献データベースから抽出してもらうときも、どこまでの資金ですか、公的資金ってどこですか,うかいう彼らにはものすごくどこまでが範囲なのかっていうのを何度も聞かれ、もうとりあえずこの国内の3つでいいですっていうふうにまあ出してもらって、まあ、全体出すと6792件で、その中から国内。 の競争的資金として3969件と出してもらいましたがこれは一つの論文の中であの複数の競争的資金について記述されていますのでここの中は重複していますでそれはまた重複なしを、まあ、重複を削除して、まあ、責任著者を、まあ、東北大をとして限定して、まあ、1551件 それで見たところ、応、ま、援、あ、率は58.0%、ゴールド応援は43.8%、まあ、グリーン応援7.4%という、まあ、数字が出ておりました。もう一点気になっているのが、まあ、査読済み論文というのが、まあ、どこまでなのかという範囲もちょっと明確に。あのめ 確まあ、今後なっていくかなと思いますけれども日本語も含めて、まあ、全分野なのかということが気になっております。こちらの方はまあ IR 担当からリサーチマップのデータをもらったら、まあ、2022年で作読済みとなっているデータは3089件出てきますけれども、まあ、リサーチマップの,あの OA か否かっていう項目で見ると OA ですっていうのは17.8%しかなくてちょっとえー、っと愕然としたんですが、まあ、この項目は空欄にしている研究者も多いので、まあ、ここはまだ認識されてないだけかなと思いますけれどももうちょっとここで状況を把握できるようになればなと思いました。の即時保衛の対象っていうのはまあ日本語もなのかそれとも英語の学術雑誌論文のみなのかそれとももしかしてこう STM みたいなそういうところだけを求められているのか 対象によって論文数がまあ異なってくるのかなというふうに考えて、補足の仕方をこを学術情報デビーからの補足だけでいいのかなというところも,僕も考えていく必要があるかなと思っています。でまた、東北大が責任著者になっているまあ論文を見てますと、共著者の平均が6.5人でした。 で現行ですと、各研究者がまあそれぞれの大学のリポジトリに投稿するのかなと思うんですけれども、まあ、各、ね、研究代表者が代表してリポジトリに投稿するのがまあ明快なやり方ではと思います。でまた、さっきも申し上げましたように、1本の論文メタデータに複数のまあ研究資金についての記載がありまして。 ま、研究費によるまあ論文の補足もなかなか難しいかなと思ったりもします。fa がまあリポジトリを文字まあ、研究代表者が研究費による成果報告としてまあ登録できたら一番省力的なやり方ではと思います。 あと気になっているのが、まあ、機関リポジトリの登録は必須なのかということで、なんかゴールドウェイにした論文もリポジトリに載せなければならないのかというところをなど、いろいろ考えておりますと、まあ、ちょっとそれぞれの機関でリポジトリを運営、実施するのも、まあ、ちょっと私は限界を感じますし、合理的ではないと思ったりもします。それこそ、あの、機関リポジトリ等の価値向上と謳われているのであったら、まあ、 国なり fa 単位なりのリポジトリを検討すべき時なのではと思いました。で、oa に対する,するま本学の考え方ですけれども、ま、oa はマストではあるけれども、総長研究担当理事付属図書館長から言われていることです。研究者への負担が増えることは絶対に避けてほしいま、これはもうこの全員からもう何度も何度も言われております。 あと、右から左へ流れるように登録できる仕組みがあります。まあ、著作権の問題などこう最初から解決しておればまあ、右から左へ行けると思いますし。しまあ、これは私たち実務担当者のまあ願いでもあります。あと、期間リポジトリを各大学ごとに管理運営する必要があるのか、まあ、これもあの義務化によって業務が増大する可能性がある。今、なんかこれをあのモニタリングするだけでもやっぱり大変かなと思いますし。しまあ、検討する必要があるのかなと思います。 であのー、現在は、まあ、転換契約によるオープンアクセスと基幹、まあ、リ,リポリトリによる、まあ、オープンアクセスの両輪で、あのー、オープンアクセスを推進していきたいと考えております。でこちらはまあ図書館だけでなく URA、連休推進部、IR 担当、まあ、財務部とまあ協力してまあ実施していくことになります。でこちらの論文根拠データはまあ情報部管轄で、ちょっと、あのー、本学まだ。 論文公共データの公開についてはあまり進んでおりませんので、今後、こことの協力が重要になってくるかと考えております。で、まあ、最後に、本学が応衛を推進するためには、今後も研究者への啓発活動と APC 支援事業、でステ管理リポジトリの業務量増大を見据えた体制構築などが必要になってくると思っております。 まあこのやるべきことはまあたくさんありまして、図書館だけではできないことだと認識しております。以上、あのご清聴いただきありがとうございました。